上野国は、かつて日本の地方行政区分だった、両政国の一つ、東山道に属する、日立国、上佐国と共に新能が国主を務める新能人国であり、国府の実質的長官は、甲付の助であった。毛の地域の変遷古代関東には、毛の及びナスと呼ばれる政治勢力が存在し、前者が上下に二分されて、噛み付けの、下付けのとなったと言われる。 ケノの,の起こりについては、日立国風土記によると筑波はもともと木の国であるといい、この木の国とケノが同一かは不詳だが、ケノ川は筑波西部の軍の境界とある。また、俗に本記では、ケノ川は古くから日立国と下宇佐国の境界であると記されているなど、ケノとケノ川の深い関わりが伺われる。上野明石市では下谷国川内軍衣川里が、 家のとといいう名称の由来と推察されている国名の上下については、カズサ国とシモウサ国などと同様、一国を上と下に二分したものとされるが、備え、古市地区、豊か、小江等のように前後に分けられた国との違いは、不詳である。またこの分裂は辞書になく、詳細は不明で、古くから議論がある。大法律量の制定においても、噛み付けのは、 噛み付けの国として、両政国の一つに定められた。その後、噛み付けの国、下付けの国の国名は、上の国、下谷国と改められた。この際、毛の字は消えたものの、項付けの国として、読みにその名残を留めている。上毛という別称は、今でも用いられている。なお、噛み付けからの添化であるが、読みは、汎用的に項付けでなく、四つからの混同により、 孔付けと振られて表記される。読みについて、和名称には、加山、豆付けの、万葉集には、神時、つとむ、神時屋などが見られる。同州で東国名が読まれた十二種のうち十一種までは、末尾を、つとむと読んでいるのに対し、のとしているのは一種のみで、奈良時代頃までは、噛み付けの構成に、噛み付けのと、読みが変わったものと推定されている。さらに、尾については、 呂とも読み、の次の読みは濁ることが多く、ずとなりなまって、の、を省き、かうづけとなったとの解釈がある。そして、こう、かう、二重母音、こう、けい、のように変化していったものと思われる。つとむの読みの解釈については、つとむは、万葉が名の、の、であるとし、けヌは、江戸時代以来の誤った読みとする説もある。ただし、万葉集では、つとむは、元より、 のについても、ぬの読みに当てている例もあるため、けのを、の、または、けのとする例も少なからず見られる。藤原旧跡出土木館の中には、噛みつけの国者兵ももいざとの記載が見られる。日本書紀によると、国造の噛みつけの君は、主人天皇長子で東国の統治を認じられた、豊木入彦の命を外するとされる。また上へのは、 日本穂高が江戸を平定し北上国から西南の地日立国に戻って海の国にいたり、その北にあって従わない信濃及び腰を制するため武蔵及び上野を経由して、薄、西坂を上り薄姫で盗難を見下ろして、東ずマリアといったことで知られる。また、初期では、上みの君は、仁徳天皇の及に白木と戦い捕虜を得たといい、またその後、 天智天皇のお世には九太良が白城に攻められた際、九太良を軍事的に支援するため朝鮮半島に使わされたという。この間、水古天皇9年9月8日には、白城人の官庁者である、鎌田が津島で捕らえられ、上野に配慮されており、上野国と朝鮮半島が古い時期から深く関わりを有していたことが伺われる。和道四年に、神田軍の折も、環球、やた、 大家の四教、緑谷郡の武見一教、片岡郡の山東一教、慶六教が各郡から分離され、田子郡が新設され、和名類受賞の成立期には、宇い、片岡、菅羅、田子、緑谷、名馬、群馬、東、利根、と瀬田、助倉、新田、山田、オーラの、慶十四郡があった。国級は上国であったが、 公認2年2月15日に大国に変更となり、天朝3年旧暦9月6日、上野国と日立国、上佐国の3国には国主として新能が容認される新能人国となった。このため、上野国の現地長官は次官の光付の助であった。両馬の産地として直死木が置かれた。全国20余りしか現存しない奈良時代以前の石碑のうち3つが 多古郡にある、藤原宮木館には、噛みつけの国と表記。国画のあった国府は、群馬郡にあった。現在の前橋市元総社町付近と推定されているが、その遺跡の所在を確認するには至っていない。その周辺には、国分寺跡、国分ア寺デラ跡、総社神社がある。上平天行の乱編集天行2年、上平天行の乱において、 平野正門が新能と自称して、関東八カ国の国史を任命した。天行三年、平野正門は、内首国門に所された。鎌倉幕府、編集筆記師、足立氏、北条氏が主語を務めた。室町幕府、編集三内上杉家が主語、関東官僚を務めた。山内上杉氏統治時代、編集天文15年、川越野戦での上杉則政法が大敗。 天文二十一年、平井城が北条氏康に攻め落とされ、関東管令下見杉県政が敗走し、越後に逃れた。天正六年、上杉県信の死去をもって、関東管令の統治が終わった。永六年間に、後北条氏が上野国を両国化した。詳細は、西上の信仰を参照永禄四年に開国の武田、信玄による西上の信仰の結果、西上野が開。 武田氏支配下となり、城代を置いた。武田氏滅亡時、編集天正10年、武田氏が滅亡すると、倉賀の集計は、織田信長法の滝川一正に従った。天正10年、神奈川の戦いにて、御法上氏と滝川一正が戦い、御法上氏法が勝利した。小田原征伐、編集天正18年、豊臣秀吉による小田原征伐が行われると、 上野国の武将の一部は、後北条氏武将として、小田原城に牢城した。江戸時代には、沼田藩、前橋藩、安中藩、高崎藩、伊勢崎藩、名塚地藩、吉井藩、小畑藩、及び、縦林藩が置かれた。このほか明治維新まで、実質的に命運を保つことができなかった藩として、総社藩、名場藩、板花藩、八田藩、上野豊岡藩、 大御藩、白井藩、青柳藩、上、里見藩及び、篠塚藩がある。宮鍋神社上の国府推定地。資料によると、国府は群馬軍に設けられていた。現在の群馬県前橋市元総社町付近と推定されているが、その遺跡の所在を確認するには至っていない。演技式内社、演技式新名庁には、大社三座三社。 勝者9座9社の計12座12社が記載されている。大こそ3社は以下に示すもので、すべて名神大社である。そうじゃ、一宮以下、中世諸国一宮制の基礎的研究に基づく一宮以下の一覧。離承等は未承。領域は現在の群馬県とほぼ同じだが、群馬県紀流市の内紀流川伊藤は含まれない。かつては群馬県は、 上野国と完全に同一の範囲であったが、昭和34年に、栃木県足利郡菱氏村が、昭和43年に、阿蘇郡田沼町の入彦町区が、いずれも気流市へ、越境合併。また、昭和35年に、山田郡や和川村の一部が、栃木県足利市に編入され、旧下野国との境界が変更されている。そのため、群馬県の方が、上野国より、 わずかに広くなっている。出展、内閣統計局編、編早見通る、復刻版監修会来、国政調査以前日本人口統計修正巻1、及び、別館1、東洋書林。近代以降の遠隔、編集国史は、天皇より除任され、国内の政治時べてを司った。上野守る、編集日付イコール旧歴在任期間中、内は、 死書で罪人が確認できる最後の歳月日を指す。上野大衆、編集、郝助之助、編集上野城、編集鎌倉幕府、編集室町幕府、編集。ありがとうございます。